マリオン軍はアメリカ合衆国入りノイ州に位置する軍である。2000年現在人口は4万1691人である。ここの軍庁所在地は W ・セーラム・イリノイである。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積1491平方キロメートルである。このうち1482平方キロメートルが陸地で9平方キロメートルが 水地域である。総面積の0.60%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口4万1691人、1万6619世帯及び1万1483家族が暮らしている。人口密度は28平方キロメートルである。12 平方キロメートルの平均的な密度に18,022件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人94.05%、アフリカン・アメリカン3.83%、先住民0.22%、アジア0.57%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.22%、および 根結1.07%である。ここの人口の0.91%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は25.50%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.10%、25歳以上44歳以下が26.60%、45歳。 以上64歳以下が23.30%及び65歳以上が16.60%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は93.00人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.50人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は35,227ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は41,427ベードルである。男性は31,459ベードルに対して、女性は21,967ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,235ベードルである。 人口の11.30%及び家族の8.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の16.70%及び65歳以上の8.60%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。